どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2017年10月22日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは宇宙戦隊キューレンジャーの感想から参りましょう。第35話、スペース35。宇宙ナンバーワンアイドルの秘密、2017年10月22日分の放送でございます。キューレンジャーのメンバーはアーティストである星みなとさんの動画を見ていました。星みなとさんがライブ中に言った言葉がどうやらアキャンバーと同じ言葉だそうです。星みなとさんを怪しく思うキューレンジャーたちは惑星ピコークにあるジャークマター放送局へと向かいます。キューレンジャーたちはアーティストに変身して放送局に向かいます。早速星みなとさんに近づこうとしますが、強いインダベーたちに守られていてなかなか近づけません。一度駐車場内に移動し作戦を考えているところ、駐車場内にやってきた強いインダベイに9玉を見られてしまい、正体がバレてしまいます。ラッキー君たちはキューレンジャーに変身し強いインダベイたちを打ち倒します。その後楽屋内でハミーちゃんとナガ君が会話しておりました。どうやらハミーちゃんは星みなとさんのファンだそうです。ファンである理由はハミーちゃんがジャークマターから逃げていた頃、惑星ザギーセの街中でまだ当時有名ではなかった星みなとさんの曲を聴きファンになったそうです。そしていよいよハミーちゃんたちは星みなとさんのオーディション会場で歌うことに。ハミーちゃんが歌う曲はハミーちゃんの過去で、星みなとさんが街中で歌っていた曲カラキシです。歌ったのは良かったのですが、星みなとさんの心に響いていないようです。ハミーちゃんが必死に説得しているとバランス君とラプターちゃんが会場内に乱入します。今のうちにオーディション会場にいるお客さんを逃がします。ハミーちゃんは先ほど小籠包さんからもらった9玉を使うと、なんと星みなとさんにドン・アルマゲが取り付いておりました。そしてマネージャーはアキャンバーでした。ラッキー君たちはキューレンジャーに変身し、ラッキー君と剣さんはロボットに乗り込み巨大化したドン・アルマゲに立ち向かいます。一方ナーガ君たちはアキャンバーと戦っておりました。ナーガ君はヘビ使いメタルに変身し、全員によるオールスターフラッシュで見事アキャンバーを打ち倒しました。一方ラッキー君と剣さんはオリオンバトラーとギガント鳳凰の連携攻撃により見事ドン・アルマゲを打ち倒しました。その後ハミーちゃんは元に戻った星みなとさんにお礼を言い別れを告げました。次回ラッキー君のふるさとにキューレンジャーのメンバーが向かいます。次回もお楽しみに。続いて仮面ライダービルドの感想へ参りましょう。第8話、メモリーが語り始める2017年10月22日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。セント君たちはカツラギの母親と会話しておりました。お腹が空いたので作ってもらった卵焼きを食べることに。セント君が卵焼きを食べるとなぜか涙が出てしまいます。その後カツラギの母親によると息子の研究データが塔都内にあるそうです。早速セント君たちはカツラギの母親の車に乗り塔都内へ潜入しますが、ナイトローグの襲撃を受けてしまい、カツラギの母親は連れ去られてしまいました。カツラギの母親は実験施設で玄徳さんと出会います。玄徳さんは息子の手紙を受け渡す代わりに研究データをもらいたいそうです。カツラギの母親は金庫の鍵と通帳を玄徳さんに渡します。カツラギの母親が息子の手紙を見ているとそこには何も書かれていませんでした。どうやら玄徳さんが仕掛けた罠のようです。カツラギの母親は実験施設でスマッシュにされてしまいました。その後セント君たちはスマッシュの反応をキャッチし現場へと向かいます。セント君は仮面ライダービルドファイヤーヘッジホッグフォームに変身します。ファイヤーヘッジホッグのボルテックフィニッシュで見事スマッシュを打ち倒し、フルボトルの力で浄化してカツラギの母親を救います。そしてカツラギの母親から情報をもらったセント君たちは廃墟になっている研究所へと向かいます。その地面を掘ってみるとなんと研究データが入っている USB メモリーを発見しました。そんな中ブラッドスタークが乱入し USB メモリーを取られてしまいます。さらにナイトローグも乱入してきます。セント君は仮面ライダービルドフォークガトリングフォームに変身し立ち向かいます。続いてセント君はロケットパンダフォームに変身しナイトローグに立ち向かっていきます。一方リュウガ君はブラッドスタークと戦っておりましたが、なんと戦闘最中にブラッドスタークが USB メモリーを返してくれました。今のうちにセント君とリュウガ君は USB メモリーを持って逃げ去ります。
その後、セント君たちは USB メモリを使って研究データを見てみると、なんと、プロジェクトビルドと書かれていた研究データを発見しました。次回、ファーストたちがパンドラボックスを回収するため、物質学研究所へ襲ってきます。次回もお楽しみに。続いて、キラキラプリキュラモードの完成参りましょう。第37話、サリュー、シエル、フランスへ、サルー。2017年10月22日分の放送でございます。では、文章の方読んでいきましょう。キラキラパティスリーには、シエルの華麗なテクニックを見ようと、たくさんの人が集まっています。そこへ、パリでシエルをパティシエとして育て上げたソレーヌが現れました。ソレーヌは、いちご坂よりパリの方がふさわしいので、シエルを連れて帰るというのです。ソレーヌにいちご坂の良さを知ってもらおうとするイチカたち、でも分かってもらえません。実はパリで開かれるコンテストにソレーヌはシエルを出場させたかったのでした。シエルがパティシエとして羽ばたく機会だというソレーヌにイチカも考えてしまいます。どうすればいいのかを悩むシエル、でもビブリーの言葉で気持ちがまとまります。翌日のハロウィンの日、シエルはみんなにキラパティに残ることを伝えました。みんなから刺激をもらうことがパティシエとして成長するため、自分には必要なことだというのです。そこへエリシオが現れましたが、一致団結したプリキュアに追い返されます。シエルは今の自分を知ってもらおうと、イチカたちと作ったハムスターパンプキンプリンをソレーヌに味わってもらいました。その味に満足したソレーヌはシエルの気持ちを理解します。そしてパリで開かれるコンテストにはキラパティメンバーで出場することになりました。ではここから感想の方行ってまいりたいと思います。イチカちゃんたちがキラパティ内でハロウィンイベントを開催している中、イチカちゃんたちの前にかつてシエルちゃんと共にスイーツショップを経営していたソレーヌさんがやってきました。どうやらシエルちゃんをフランスへ連れて帰るみたいです。フランスとイチゴ坂どちらがいいのか。ソレーヌさんにイチゴ坂の街並みを紹介しますが全く受け入れてくれません。ソレーヌさんがお店を経営する前、ジャンピエールさんをオファーしておりましたが、当時ジャンピエールさんの元で働いていたシエルちゃんをオファーするようになり一緒にお店を経営したそうです。その後イチカちゃんたちはシエルちゃんの本当の夢に関して悩んでおりました。そんな中シエルちゃんの前にビブリーちゃんがやってきて励ましてくれました。立ち直ったシエルちゃんはパンプキンプリンを作りました。しかしエリシオが現れパンプキンプリンのキラキラルを奪われてしまいます。エリシオはカードモンスターを召喚し、イチカちゃんたちに襲いかかってきます。イチカちゃんたちはプリキュアに変身し立ち向かいます。一度は苦戦しますが、ひまりちゃん、あおいちゃん、ゆかりちゃん、あきらちゃんの頑張りによって、ピンチを切り抜けます。そしてイチカちゃんたちはキラキラルクリーマーを使ってプリキュアアニマルゴーランドを発動し、見事カードモンスターを打ち倒しました。その後、エリシオは逃げていきます。戦いが終わった後、イチカちゃんのアイディアでハムスターパンプキンプリンを作り、ソレーヌさんに食べさせます。どうやら認めてくれたそうです。この後イチカちゃんたちはフランスのスイーツ大会に参加することに。ここからのお話は劇場版につながりますので、ぜひ劇場版をご覧ください。次回はペコリンが擬人化してしまいます。次回もお楽しみに。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。